こんばんは。リボンアートオンライン更新、声なき声を聞くためのレッスン、本日の司会を務めさせていただきますキュレーターの久保田と申します。よろしくお願いします。この企画ですが、リボンアートオンラインというのは2019年に開催された、リボンアートフェスティバル2019から、今年の夏に開催されるリボンアートフェスティバル2021の、架け橋となる、関連プログラムとして行われる、オンラインプロジェクトです。で、本日は、2回目の配信ということになりますが、アーティビズムとセラピーというテーマに、沿ってアーティストの花崎香耶さんとともにお送りさせていただきます。本日の構成ですが、第1部は花崎さんと、ニューヨークのブルックリンに拠点を構える、ストリートアーティストのスウンさん、そして台湾で活動をされているアーティストのリ・ジュンアンさんの、対談をお送りします。そして第2部は、花崎香耶さんのパフォーマンスをお送りする予定です。花崎さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私も今回リボンのオンライン配信プログラムに参加できるということで、ね、とても楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず今日のテーマなんですけれども、アーティビズムっていう非常に聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、アートとアクティビズムをつなげた言葉になります。まずアクティビズムというと、まあ、社会のさまざまな問題、例えば、気候変動であったり差別、あるいは、経済格差、環境問題など、そういった問題について、声を上げる活動といえます。で、こうした活動は、社会問題によって不利益を被る当事者や擁護者によって、なされるわけですけれども、まさしくこうしたその不利益を被っている人たちというのは、社会に生きる多くの抑圧された人々であって、でその声が政策や社会に反映されない、届きづらい、いわゆるその声なき声なのだと思います。で、まあ、アーティビズムは、アートを通じてこうした問題にアプローチをして、より良い社会づくりを目指す活動といえます。で、それは、ビジュアルアートであったりとか音楽ワークショップ、あるいは多くの共同作業を通じて行われます。で、この声なき声を顕在化させることによって、アーティビズムは、根本的に社会や個人を癒して、同時にセラピー的な、効果を発揮することになるということです。で、つまりアーティビズムと、まあ、セラピーというのは非常にこう結び合っていて、で、今日の対談に関してもそういったお話がたくさん出てくるかと思います。で、花崎さんも、はい、アーティストとしての活動の、まあ、同時並行でそのアクティビストとしても活動されていると思うんですけれども、そのあたりのお話も含めてちょっとご紹介をいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、作品をご覧にいただきながら、まあ、少しずつ触れていきたいと思います。はい、ではスライドの方お願いいたします。はい、で、こちらはアクロス・ザ・ビジバル・バブリングといって2019年に台湾で行った作品なんですけれども、これは、自分自身の聞き取りに行く低い声を聞くという、でそしてそれとコミュニケーションを図るというテーマで実施されたパフォーマンス作品です。次にお願いします。はい、で、この構造としてはですね、あらかじめ撮影編集された過去の自分の映像とライブ配信を経て遅延して投影される映像を利用しながら、自分自身の複数の像とコミュニケーションを図り、通常は可視化されない自分自身とのやり取りを、まあ、パフォーマンスの中で可視化するという作品なんですね。で、ご覧の通り、まあ、同じ会場に同じ私の像が、まあ、映し出されていて、その像を持ってこうコミュニケーションを図っていくというようなものになります。はい、
次のスライドにお願いいたします。でこちらは、2020年に行った、In Other Words というパフォーマンスで、先ほどご紹介した作品と同じような構造の、作品になるんですが、まあ、インスタレーション空間の中で行いました。でこちらは、グループ展やぶを暴くという今日の社会の恐怖っていうテーマがあったので、そちらに応答する形で構想しました。次の、スライドにお願いします。でこちらではですね、こう割と具体的に、まあ、沖縄の普天、まあ、辺野古の問題について取り上げておりまして、でこの県民投票のことを事例に、まあ、なぜその民主主義社会の中で声を上げてもこう反映されない声があるのかっていうのを問うていくような作品になっています。では次のスライドをお願いします。はい、でそのまま通っていく中で、正義の女神というですね、まあ、片手に剣と、まあ、天秤を持っている正義の女神というのがいるんですけれども、そういったモチーフを、持ち出しながら、ね、パフォーマンスが進んでいきます。はい、では次お願いします。はい、では次のお願いします。そうですね、まあ、こういった形で割と具体的な例を取り上げて、まあ、普段声を上げていても、まあ、その声として救い上げられないような、まあ、政治的事例にも、まあ、踏み込んで制作をしたりしています。では次のスライドをお願いいたします。でこちらはポートレートマスク・イン・マスクといって2013年から私がロンドンです開始したプロジェクトになるんですけれども、はい、じゃあ次お願いします。でこちらは、ロンドンなので、その当時は誰もこう日常的にマスクをつけていないような状態だったんですが、まあ、マスクを持っていってですね、そのポートレートを撮ってもらいます。でこれはこの作品は福島で東日本大震災の後に、まあ、原発が爆発して、でそれでこう身を守るためにマスクをしていた人たちの間に、まあ、なんか子どもたちに言われのないいじめがあったということで、まあ、そういう、なんて言うんでしょうかね、こう分断するような分断が起きるような事態っていうものが、まあ、すごく心に刺さって、でこうやって日常的には使用しないマスクっていうものを使って、そういったこう他者に思いを馳せるというか、想像力を巡らすというような作品に、として、まあ、プロジェクトとしてやっているものになります。では以上です。はい、はい、ありがとうございました。2013年にこのプロジェクトをやっているときはまさかね、イギリス、今、はい、イギリス中で、まあ、皆さんマスクしてると思うんですけども、そうですね、まあ、そうなるとは全然予想できなかったですよね。そうですね、パンデミックを作って、うん、予測してこの作品を制作したわけではもちろんないんですけれども、うんうん、まあ、なんかこう結果的にこうもっとこう望んでいない世界になってしまっているというか、ね、本当にそうですよね、はい、そういう、こうちょっとまあ大変な事態になってしまったなっていうのを感じます。はいはい、ありがとうございます。はい、それでは、今、ご紹介いただいた花咲かやさんを中心に第一部は、スウーンさんとリ・ジュンヤンさんの対談になりますが、まずはスウーンさんとの対談を、これからお見せする予定なんですけれども、その前にちょっとスウーンさんの、作家紹介をしたいと思います。はい、こちらが、まあ、ご本人のポートレートなんですけれども、ニューヨークのブルックリンに住んでいて、2000年ぐらいから、まあ、ストリートアートというか、そのニューヨークの街中で、作品を発表するようになりました。はい、次お願いします。で彼女の、まあ、作品の特徴としては、非常にこう繊細な、切り紙であったり、版画の手法を用いて、まあ、女性であったり子供あるいは労働者といった、その社会の、まあ、
に普通に住んでいる人たちをテーマに、まあ、その美しさを表現するっていうのが、特色としてあります。次のスライドお願いします。まあ、モチーフになる、人たちは大体そのスウン本人の友人であったりとか家族であったりすることが多いんですけれども、いろんなそのテーマで作品を制作しています。はい。で、まあ、近年ではニューヨークだけではなくて世界中のプロジェクトに参加したりとか、世界中に旅をしてはこういった作品を街中に、展開するということをやっています。はい。で、まあ、ストリートの表現だけではなくて、まあ、アーティストとしてはその女性のストリートアーティストとしては世界的にもう代表格のアーティストではあるんですけれども、美術館であったりとかギャラリーであったりそういったところでもインスタレーション作品を発表しています。はい、次お願いします。で、まあ、こういった大掛かりなインスタレーションだけではなくて近年ではこういった映像作品も制作をしていて、まあ、基本的にはやっぱり非常に繊細でモチーフになる人たちも同じようなそういう一般の人たちであったりとか、まあ、最近はその家族ということにテーマを当てたりしていて、で、まあ、そういった、モチーフを使いながら映像作品も制作をしています。はい、はい、次お願いします。で、まあ、スウンの場合はそういったその屋外屋内で作品制作をするだけではなくて実は非常にこうアーティビズムとつながりがあって、まあ、仲間たちとその被災した例えば地震とか、ハリケーンで被災したような場所に行って、でそこで何らかのこうコミュニティと一緒に共同で、作品を制作したりもしています。はい、次お願いします。まあ、いろんな場所で、プロジェクトを展開していて、で対談の中でも多分その話が出てくるんですけれども、例えばその、まあ、被災した場所だけではなくて、貧困とか差別とかドラッグの問題を抱えたようなそのコミュニティでのプロジェクトなどアートを通じた社会づくりあるいはコミュニティの再生といった、プロジェクトを実施しています。はい、そうですね。大体ざっとではあるんですけれども、これが、まあ、スウーンの活動の概要ということに なります。はい、ありがとうございます。まあ、僕もかやさんも、はい、スウーンは、10年前ぐらいから知り合いで、で、まあ、今回の対談は久しぶりにそうですね、こうみんなで話をする機会で非常に面白かったんですけども、うんうんうん、いかがですかスウンさんと話してみて。あ、ね、あ、やっぱり10年前ぐらいもなんですけど、うん、まあ、彼女が東京にいらした時に、はい、まあ、一緒にペースティングをやったり、でその頃から聞いていた、まあ、アクティビズムに まあ、関連する活動もそうですし、うん、作家活動なんかもいろんなこう話を伺ってすごく刺激に思っていて、今日までなんかこうずっと活動を追いながら楽しみにしていた感じでした。そうですね、はい、とてもなんかエネルギッシュで、うん、こうハートの広いアーティストっていう感じですよね。なんか、まあ、そのあたりはまた対談を見ていただければわかると思うんですけど。そうですね、かなりこうグッとくるような、はい、対談になっていると思います。はい、はい、では、早速ですけれども、かやさんとスウンさんの対談だいたい30分ぐらい、の尺でお送りします。先日、収録したのを編集した対談になります。で、通訳は、田村かの子さんにお願いしています。それでは、どうぞお楽しみください。はい、ではお願いいたします。
そうですね、まあ、スウンさんの活動で、まあ、アーティビズムに関わるものだったり、セラピーに関わるものって、いろいろあると思うんですけれども、まあ、特にその声なき声を聞くためのレッスンという、まあ、タイトルもあるんですが、ご自身の、まあ、活動が自分自身にどのような影響を与えて、その中で自分自身の中でどうやってこう自分自身の声を聞きながら、まあ、制作や活動をされて言っているんでしょうか。So, this whole program is titled Listening to Voiceless Voices. And I think when we think about artivism and therapy in this term, a lot of your work actually is have the element of therapy and artivism. So I'm very curious about your work. But maybe the first question from me is that how does your work actually affect yourself when you try to listen to your voice, when you try to listen to face yourself? How does making work affect you going deeper inside you and actually trying to listen to the Yeah, thank you for asking that. It's a beautiful question. And actually, I think that the first thing that comes to my mind has to do with a piece that I showed in Tokyo, the Medea, which you guys brought to Tokyo. And this piece was a very difficult piece for me to make, which was surprising. It was something much deeper than anything I had done up until that point, psychologically. And really, what it amounted to was kind of listening to the voiceless voice inside me, because I found that, through my life, I had had a lot of experiences that were very scary and a lot of instability, and things that a child has a difficult time psychologically to experience. And so, because of that, my child mind really buried a lot of things and made it so that I wasn't aware of some of my own experiences, my own thoughts, my own feelings. And so, when I made the Medea, I started with a sort of a dream image that came to me when I was a teenager about my mind split into many channels like a switchboard. And so I started with this image and I started to bring in different voices, different sounds, different memories into the switchboard. And what I found is that by doing that, it was almost like drawing. Like you have a picture, but you can't see it all. So you start with one dot, another, another, and then slowly you start to connect them. And when you connect them, oh, you see, oh, okay, a picture has formed that maybe at the beginning you weren't even aware of. And so it was a process of art making that kind of allowed me to hear my own mind and to believe myself. Because sometimes when something scary has happened and you bury parts of your memory, it's like you don't believe your own mind. And so making that particular piece really gave me a way to not only to heal some things, but also to believe my own mind and to hear my own voice. はい、そうですね。まず、素敵な質問をありがとうございます。素晴らしい質問をいただいてとても嬉しく思うんですけれども、その自分自身の声を聞く、自分自身に向き合うということを考えたときに、自分にとって非常に重要な作品になったのは、実は東京で数年前に発表した作品で、これは森美術館で発表、2017年に発表した、メディアという作品なんですけれども、その作品が、まあ、それ以前の作品とは比べ物にならないくらい自分のこう心理的な、まあ、一番心の中に深く入っていくような作品になったので、非常に大事な作品になっています。で、この自分の、まあ、聞こえない声、そして声にならない声を聞くって言った時に、まず私が向き合わなければならなかったのは、まあ、子供時代に、まあ、非常に心理的に不安な子供時代を過ごして、まあ、非常に恐怖と不安にまみれた記憶だったんですけれども、まあ、それをこう意識の彼方に実は追いやってしまっていて、まあ、自分でもその記憶があったということを意識すらできてなかったんですね。でもこのメディアっていう作品を、まあ、作ろうと決心した時に、
まあ、まず自分が10代の時に見ていた夢の中のイメージから始めまして、でその夢の中のイメージっていうのは、なんだかそのいろんなこうテレビのチャンネルをすぐ変えるみたいに、いろんなチャンネルのイメージがあって、それをどんどんパッパパッパ変えていくと、いろんなこう絵が見えてくるっていうようなイメージだったんですけれども、で最初はそのそれぞれの、イメージっていうのがどういうイメージかっていうのはよく私自身も見えなくて、でもそれをこう絵にしていく中で、少しずつそれがつながって、あ、こういうイメージだったんだなっていうことが自分の中で分かっていくっていうプロセスを経験して、なのでその作品作りを通して、作品の制作を通して、自分自身がまあ、記憶の彼方にこう押し合ってしまっていたものだとか、自分自身が向き合えずにいたものを少しずつ取り出して、自分の意識をこう自分自身で癒していくような効果もあったし、同時にその自分自身を信じられる、自分自身がそして自分の記憶を、あ、これはやっぱりあったことなんだなっていうふうに確信を持てる行為につながっていったなと思います。何かひどいこととか、自分で忘れたいような経験があると、まあ、それ自体が起こったこともその記憶も信じられないみたいな気持ちになるときは誰しもあると思うんですけれども、この作品の制作を通じて、まあ、自分自身のその癒しということと、自分自身を信じるということにつなげられたのが非常に大きかったなと思っています。ありがとうございます。かやさんから何かありますかね。そうですね、なんか今お聞きしていて、その活動がこう自分自身をまずこう取り戻すというか、信頼感っていうのをまた一から育んで、自分の中でコミュニケーションを取っていって、それがこうどんどん人にも人と人の関係の中においても、その信頼関係だったりとか、心を開くっていうことをが可能になって、どんどんその輪が広がっているっていうことだと思うんですけれども、その個人からその人にがこう増えていくという中でのこう変化だったりとかっていうのは、なんか感じるところはありますか。特にコロナ禍で今リアルで会えなかったりとか、そういう時期でもあって、こう割と分断されがちな状況ではあると思うんですよね。でそこでこうやっぱりつながりが深まっていくっていう経験をされているというのはすごく面白いと思っていまして、その辺を伺えたらと。 So I think the process of getting yourself back into your body and regaining the trust inside yourself and also using that experience to connect with others is very, very important. And I think this process of opening up your minds to the others so that the community or the circle of the trust can be wider and bigger with more people involved. Do you see any changes or difference when you compare the experience that has only inside you and the experience that the widening circle, the experience when you try to connect with more bigger number of people? Because I'm more curious now about this connection between people, especially in this pandemic time when physical contact is limited and real face-to-face connection is hard to make. If you have any experience connecting with people in this time of pandemic too, I'm curious to know. Well, the first thing that made me think of is actually from years ago, from when after the earthquake in Haiti, which Haiti is very close by to my home state of Florida. Some friends and I, we went to Haiti after the earthquake and we helped in the building of a community center. And when in my mind, when we started, what was most important was to build a building. I thought, this is the most important thing. We build this building because the building broke, so we have to build a new building. But in fact, what I realized later, one of our closest friends who worked with us from the village, when they said, what was most important to you about working on this? He said, after the earthquake
everything was so crazy and we lost our jobs and we lost all these things and we didn't know what to do. And so that we could all come together and work together on this community center where we had something that we know we wanted to work on together. Mm-hmm. He said that really gave us this feeling of effectiveness, of making change, of working together, you know, plus there was resources, people had jobs and these kinds of things. But it was a big surprise to me to learn that maybe the most important thing that we made at that time wasn't the building, but was the act of getting people feeling that we were doing something together. そうですね。まずはそれについて思い出すのは、数年前になりますけれども、ハイチで、大地震があった時に、ハイチというのは私の、国境のフロリダから、すごく近いところなので、友人たちを誘ってで、ちょっとその震災の後、助けに行こうというところことで訪れたんですね。で、そこでその、村の人たちと一緒にコミュニティセンターを作ろうということになって、コミュニティセンターの建物を建てたんですけれども、その建物を建てるときに、私がその時最初に考えていたのは、地震で建物がいろんな、住宅だとか、そういったものが全てこう倒壊してしまっていたので、まずはその建物を建て直すのが一番の急務だろうというふうに思っていたんですね。ただ実際にそのコミュニティセンターをみんなで一緒に建てて、その村の、非常にこう仲が良くなった人に、このプロセスの中で何が一番重要だったって聞いたときに、そのこの地震の後っていうのは、全てがいろんなことがもうごちゃごちゃで、誰も何もどうしていいかわからない状態の中で、何かその一つの目標に向かって自分たちで一緒にこう仕事をする、何か自分たちで一緒に作るっていう経験に集中できたのが一番良かったっていうふうに言っていて、なのでその何かにこう自分が貢献できているっていうふうに思えることとか、一つのことを変化をもたらすためにみんなで何か力を合わせてやるとか、仕事を、もちろんそしてその仕事のこう労働という意味でも仕事になったので、その仕事をみんなに与えるっていう意味もあったんですけども、そういったことがすごく嬉しかったっていうふうに言われて、なのでその時に気づいたのは、重要だったのは建物そのものなのではなくて、その建物を建てるためにみんなで一緒に何かをやるっていうことが、共有できたことが一番大事だったんだなっていうふうに気づきました。なんかあれですよね、昨日ちょっと予習で、スーンさんのインスタグラムを見てたんですけど、最近やってるプロジェクトでトラックを改装して、House Our Families Built っていうプロジェクトをやってされていて、でそれも何かこう人の話を聞くみたいなことの一環としてやられているプロジェクトなんですかね。そのあたりちょっと伺えたらと思います。I was looking into your Instagram, and recently it looks like you've been working on this project House Our Family Built, modifying the truck, and it looks like this is also a project that it's about creating a space to listen to each other. So I'm curious about the project, so maybe you can talk to us about it. So this project started actually from, there's a broadcast company in the United States called Public Broadcasting System, and it's a public television, and it's about having programs that are, you know, accessible to everyone. And so because the United States, we've been having a really difficult time politically for the last few years, and people are very divided against each other, a lot of anger. And so this television company said they wanted to make an opportunity for people all across the whole country to tell stories to each other, so that we can start to hear each other one person at a time and try to rebuild connection. Mm.
そのこのプロジェクトはあの、まあ、公共のテレビ局と一緒に始めたもので、あのパブリックブロードキャスティングシステムという、まあ、アメリカのテレビ局がありまして、であの、まあ、このテレビ局がやろうとしているのは、まあ、なるべくそのより多くの人にあの、まあ、アクセス可能なあの内容を届けるということがモットーとしてあって、であの、まあ、その彼らと一緒に始めたものなんですね。であのアメリカというのはもうあの特にこの数年政治的に非常に困難なあの、まあ、時間を過ごしていまして、まあ、それによってものすごいあの分断が各地で起きているんですけれども、このテレビ局のがやりたいというふうにあの話してきたのが、 その、まあ、そういった分断の中で本当に一人一人に自分のストーリー、自分のことを話す時間っていうのを、まあ、作りたいということで、あの、まあ、一人ずつ自分の話したいことを話せる場所を、まあ、ここで提供してあの彼らの話に耳を傾けていこうっていう、企画です。And so they asked me and two other artists in the United States if we would make a piece of public art that could help to amplify this process. And so I decided to think about, you know, for me, the image of a home is very important. You know, like we talked about in Haiti, building homes together, or like with the Medea, it's the image of a home that is split. And it's this way that homes are so important to us as our shelter, but also somewhere in our psyche. They have this symbolism. And so I took this image of the home and I broke it in many different ways to kind of imagine that many different people could see themselves in this image of the home.でまあ、このプログラムをあのテレビ局がやるにあたって、まあ、私と他2人のアーティストに、まあ、このプログラムにあの人々がまあ参加しやすいようにとか、あの、まあ、このプログラムがこうよりよくあの強調されるようなこうパブリックアートを一緒に作ってくれないかっていう打診があったんですね。で、あの私がそこで何を作りたいかなって考えた時に、やっぱりそのホームっていうこと、あの家っていうあのトピックっていうのは私にとって非常に大事で、まあ、そのハイチのプロジェクトでも、まあ、そういうふうにあの家を建てながらやりましたし、あの先ほど話したメディアっていう作品もこうイメージとしてはあの、まあ、一つの家庭、家があのこう分かれてしまっているようなイメージから始まっているんですけれども、あの、まあ、そういうふうに家っていうことは私自身の制作の中でも非常に大事だったし、あの誰にとっても非常に大事なこうあの概念だと思うんですね。つまり自分を守ってくれるようなこうシェルターの役目を果たしてくれるものでもあり、同時にそのもう少しこう精神的な心理的な意味でもあの家のイメージを持てるっていうことは非常に大事なので、あの、まあ、そこからスタートをして、まあ、作ろうとしたのはこういろんなあの入り口っていうのがこう見る人によってあって、その人たちが、まあ、自分自身の視点からその家っていうものを、まあ、投射できるような、自分でここ見つけられるようなものっていうのを作品として作りたいなというふうに思いました。めちゃくちゃいいプロジェクトですよね。だそれニューヨークで終わったら石巻に持ってくることできないですかね、夏に。 I think it's the project is super super good andwhen you are done in New York, can the truck come over to Ishinomaki? I hope so. ぜひそうしたいです。のスンさんは前にあのこう船のプロジェクトもやっていて、今ちょっとそのあのトラックの話を聞いたときにその作品を思い返したんですけど、本当にこう廃材とかでこう船を作って、でその仲間たちと乗り込んで、でパフォーマンスとかをしながら、いろんなこう本当にいろんな国をこう船で回って、で一緒にご飯食べたりとかっていうのをしていたので、またぜひ日本にも来ていただきたいですね。You know, the truck project actually reminded me of your boat project. When you constructed a boat with all the debris and different materials, and you actually traveled over countries and together with your friends and, you know, eating and spending time. And so I
So yeah, why not? Like maybe you can make that journey on the truck as well. Yes, it has some of the same spirit and some of the same people who are involved actually. そうですね。考え方 としてはスピリットとしては非常に似ていて、そしてこのボートプロジェクトに関わってくれてた人も今のこのトラックのプロジェクトにも関わってくれてたりするので、ぜひ楽しみですね。じゃあ、 looking forward to it. あれですね、花崎さんの方からもう一個質問をしてありましたね。準備はしていたんですが、大体そのまあそのスンさんにとってアートっていうのはどのようなもので、アートが社会の中でどのように機能すると思いますかっていうご質問だったんですけれども、結構もう先の質問の中で回答していただいているかなと思うので、はい、最後こうよろしければ締めでも一度伺えるといいかと思います。So I actually did have another question about what art means to you and how do you think art can function in society? But I think you already answered most of the questions. So yeah, but maybe if you want to add anything or if you want to rephrase or in order to answer this question, or yeah, if you have a different perspective as well, please add. Yeah. Well, I think that, you know, maybe what art means to me is maybe a little personal, but I do think that what art can do in a society is very shared. But for me, art is sort of, I almost imagine it like a ball of fire that's like, it's like this ball of potential energy, right? And it feels like it's very neutral in the sense that it can go anywhere, that you can take it to a raft on the water, or you can take it to a piece of paper with a pencil, or you can bring it to a group who are rebuilding a house, or you can bring it to, you know, a sculpture, a sound, anything. That there's a way in which the material doesn't matter. It's like it's this transformational energy, and that somehow if you bring the transformational energy into any of these circumstances, I always imagine it almost like I like it best when you can take that transformational energy and bring it into contact with the world, like you're sewing together something, you know, here's daily life and here's like something from dreams or something, and you're trying to kind of sew them together, like, okay, how can we connect these two, you know? And I think that I'll let you translate that and then I'll answer the second. そうですね。まず私にとってのアートっていうのは、かなり個人的なものだとは思うんですけれども、ただそのアートが、社会においてどんなことができるのかっていうことを考えると、すごくその共有するとかシェアするっていう力や要素が強いなっていうふうに思ってます。で、アートそのものについて考えると、私はこうアートが火の玉みたいなイメージを持ってまして、いろんなこう可能性を秘めたエネルギーの塊で、そのエネルギーの塊っていうのはそれ自体は非常にニュートラルなものなので、どんなことに使おうと、どんなふうに使おうと、それはその人の自由なんですけれども、例えばなので、そのエネルギーの火の塊をボートを動かす力に変えてもいいし、紙と鉛筆で何かを書くっていうことにしてもいいし、何か家を建てるっていうことにエネルギーを注いでもいいし、彫刻を使ったり音で何か表現したり、もうその素材っていうのは何でもありえるんですけれども、その何かをこう変容していくエネルギー、その変容のエネルギーっていうのがこう一つのこうパワーになるなと思っていて、その変容の
こうトランスフォーメーションできるエネルギーっていうのを、一番いいのはそれをこう世界との何か結びつきを作るために使えるっていうことですよね。例えば日常生活っていうのがあって、でそこに日常とはちょっとかけ離れた夢のようなものがあって、でそれをこう縫い合わせるようにくっつけていくときにそのエネルギーのこう玉を使えるみたいなことになると、新しいものがこうそこで生まれるということになると思うので、まあ、そういったイメージをアートには持っています。 And then I imagine the role of art culturally. It sort of reminds me, Kaya, of what you said about attending the storytelling workshop and howMaybe not until you sit down and are asked to think about these things do you say, oh yeah, I was feeling this. You need the occasion and you need a framework and a structure to say, like, let's feel these things, let's be with this. And I think that that same thing can happen culturally. You know, an event can happen on a cultural scale or to our whole society.And we need ways to be asked to sit together and think and feel. And there are so many ways that art can become a part of that. You know, like the projects that I'm working on right now with storytelling. It's a many artists that are asking people to think and feel together. And another thing that I just thought of is when I was in Japan in 2012,you took me, Kenji, to a place, I'm forgetting the name, but I saw something, you know, and I don't know if it was like an artwork in a classical way, but it was an outpouring of people who had left things. And it made me feel so much something really unforgettable. It was, there was a building, and at the base of the building were hundreds of bears and flowers. And you said that they were being left there because there was a woman who had announced the tsunami. It always makes me cry. And that she had stayed, you know, giving the announcement even as the tsunami came.And I always like thought that that was such an incredible thing that she did. And you wouldn't, I at that moment wouldn't have known that story, except that all these people had left flowers, had left things, you know, because they needed to say thank you to this person. And so when I think about that function of art, it's like feeling together and remembering together.はい、そしてその文化にとってアートが何かっていうことを考えると、その先ほどかやさんが言ってくれたことっていうのが非常にこうイメージとしては近いなと思って、つまり自分自身では自分の気持ちに向き合えなかったり、そんな時間がなかったりするんですけれども、何かそういうふうに、あなたはどう思ってるとか、今はどういう気持ちなのっていうふうに聞かれる、その状態とか、そういったフレームというか枠組みとか、そういった構造が用意されているっていうことが大事で、でそうすると初めてその自分のそれぞれの気持ちに向き合えたりするわけなので、それがその文化的なスケールで、つまりその一人一人の一人一人 の, ことだけじゃなくって、文化的な社会的な大きさでやっていくことができるっていうのが一つのアートの役割だし力だなっていうふうに思ってるんですね。なのでその、アートを通して何かその場所が設けられること、もしくはそういった場が設けられることによって、みんなが、一度ここで立ち止まって座って自分たちの声や自分たちの感情に耳を傾けましょうっていうふうに言える、そういった場を作れる、でそれがアートの一つのこう文化的な役割かなというふうに思っていて、でそれがその、私がそのストーリーテリングを大事にする役目の一つでもありますし、あとそれについてこう
一緒に思い出すのは、2012年に日本を訪れた時に、まあ、久保田さんがいろんなところに連れてってくださった中で、ちょっと場所の名前とかを忘れてしまったんですけれども、その建物のこうがあって、でその建物の地下に行くと、まあ、いろんなぬいぐるみとかお花とかがたくさんたくさん手向けられている場所があって、でそれがその誰に対してのこう贈り物なのかっていうと、その津波が来た時に、まあ、最後までこう残って津波が来たことをアナウンスし続けた女性がいるっていうことをその時に教えてもらって、で、まあ、その方の態度というか姿勢っていうのをこう考えると今でも泣けてきてしまうんですけれども、そういったその女性の行動に対してこうみんながありがとうというふうに言いたいというその気持ちで、それがそのシェアする場所がそこに作られているということ、それが非常に大事だし、その自分そういったこう感謝の気持ちだとか、その時の記憶っていうのを一人ではなく複数人でいろんな人とシェアできる場所を作るっていうことが非常に大事なことなんだなというふうにその時も改めて思ったのを思い出しました。はい、ありがとうございました。じゃあ、そろそろ、まあ、時間も来てるので、このあたりでまとめたいと思いますが、花咲さん、スウンさん、一言ずつ何かあれば。 So I think now it's good time to wrap up. So maybe any final comment from both of you? Well, I would like to say that, you know, I have known, you now, Kenji, for over 10 years.And also, Kaya, we met almost 10 years ago. And I just, coming together today, you know, we've all grown as artists, as curators, as thinkers. And it makes me grateful to see the way that, that we have evolved, and also the ways that the things we were thinking about then are still with us. You know, we were discussing, you know, these issues, art and healing and disaster and culture and change, you know, a decade ago. And now I'm seeing that the conversation, it doesn't just vanish into thin air. It stays together and we're building something over time. And I'm really grateful to be a part of that.私から最後にお伝えしたいのは、まあ久保田さんも、そしてかやさんのことも、まあ10年ぐらい前から知り合って、で、まあ、長い時間こう私それぞれアーティストとしてキュレーターとして、そして思考する人としてそれぞれの場所でやってきたわけですけれども、このな年月の間に、まあ、それぞれが自分たちのこう道を開きながら、同時にその私たちがこう気にしていた人たちとか、私たちがいつも気にかけている人たちも、この10年間ずっと共にあるんだなっていうのを感じています。その震災の後会った時も、今日と同じように、まあ、アートとか、癒すこと、そして震災、そこから起こる変化、そういったことについてたくさん話をしたと思いますけれども、こう10年前に話したことっていうのは別にどこかに行ってしまったわけじゃなくて、常にその私たちがこう気にかけている人たちと共に私たちの中にあって、まあ、それがその年月をかけていろんなところにこう膨らんでいったり、発展したりしていっていて、でそれをもう一度この今日の機会にこういうふうにお会いして、また話ができたっていうことは非常に私にとっても大事な時間になったので、非常にありがたく思っていますし、こういう時間が持てたことを非常に嬉しく思っています。ありがとうございます。と私もですね、なんかそれこそ10年前ぐらいにスーンさんにお会いして、でその時の印象はやっぱりこうとってもパワフルで、エネルギッシュで、どんどんこういろんなプロジェクトに挑戦されていて、本当にこう活動的でこうポジティブな
面っていうのがすごくこう印象に残っていたんですけれども、まあ、その後この10年の間の中でも彼女自身がその彼女のその自分の聞き取りにくい声っていうのを少しずつこう現実だったり夢だったり自分の精神だったりとかっていういろんな要素の中からと向き合って一つずつこう自分のまたものにしていったりそれを人にこうつなげていくことでよりそのなんて言うんでしょうねこう深みというかこう豊かなものにしてでまたみ皆さんにこう手渡していっているまた新たなつながりを作っていってらしてでそれをこの場でもこうやってシェアしていただけたことが本当に嬉しいですどうもありがとうございました Thank you very much. Yes, this 10 years have been very important to me as well. And but I you know when we first met 10 years ago or soMy image about you was very powerful, a lot of energies, and very positive, you know. So I think I remembered you as, you know, being very, very active and involved. But I think in these 10 years, you also, you know, stayed positive, but you also looked inside you, heardthe voiceless voice that you had and you actually, you know, go deeper inside you to face the reality and also the dreams and the mind. And so all this journey that you yourself took actually is adding strength in your energy and powerfulness. And it's getting richer and richer andthe way and also you're handing that over to other people so the fact that you shared this with us today was very very meaningful to me as well so thank you very much for that thank you はいありがとうございましたじゃあこのあたりで今日のトークはおしまいにしたいんですけれども本当にお二人の話を伺ってでそのアートっていうのがその何でしょうねその場を作ることっていうのがまずすごく大事ででそれによってそのまあこれまで見えなかった聞こえなかったその思いいろんな思いをその可視化する一つの手段としてあるっていうことだったり、まあ、それを通じてなんでしょうね、その集団的なその想像力っていうんですかね、その、未来に対してこうみんながこう持つイメージみたいなのがこうまたこういわゆる一般社会の常識とは違うようなその新たな想像力を使ってなんか将来をこうイメージできるそのそういう場になっていくっていうことが一つ大きいそのアートの社会的な役割なのかなっていうのも、今日感じました。で、まあ、さっきのトラックの作品を石巻に持ってくるっていうのは結構本気なんで後でまた話しましょう。thank you both of you. So, from today's talk, I'm now more certain that art can, the role of art in society is to make a place or a framework or occasion where you can actually sit down and listen to the voiceless voices and to visualize it or to verbalize it and to work on this collective imagination, the power of imagination to envision the future, not only the way that it's projected from the society now, but maybe the alternative future and images that we can all imagine together. So, yeah, I think the role of art in society or culture is that. And it was very ensuring to talk about it over with you.And I'm actually serious about the truck coming over to Ishinomaki. So we need to talk again. Okay. Great.
ありがとうございました。じゃあ今日はこのあたりでおしまいにします。田村さんも長時間お付き合いいただいてありがとうございました。Thank you very much for your talk. And thank you very much, かのこさん。And so, thank you, everybody. じゃあ、バイバイ。See you next time. バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。スウンさんとカヤさんの、対談でしたけども、まあ、後半ちょっと感極まってスムーンさんもカヤさんもちょっとそうですねもう泣いてしまいましたけども彼女の感情の波というか高まりというのをすごく感じて、まあ、なんかやっぱりそういうこうやっぱりこう国も違いますし言葉も違うけれども、うん、なんかこうそうやってこうなんていうんですかね感情移入というか、はい、こうやっぱりこう親身になってその人のことを想像したり考えてくださる姿にはすごく感動しました。そうですねあれは2012年に、南三陸町に、スムーンさんと一緒に回った時に、そこの防災庁舎で津波の時に、2階だったかなでずっと津波が来ますっていうことを、アナウンスされていた、職員の方が津波に飲まれて亡くなってしまってでそこに多くの方々が、まあ、お供え物をしたっていうお話でした、はい、ねえ、あの話を聞くたびにやっぱりグッとやっぱり僕もしてしまうんですけれども、うん、まあ、あのスムーンさんの、まあ、そもそもやっぱり作品を作るにあたってそうやってこう人に向き合ったりですとか例えば最初の方に紹介されたその東京で発表した作品っていうのは、はい、ご自身の両親だったりとかお母さんだったりとかがテーマになっていて、はい、まあ幼少時代のそのトラウマだったりとか、はい、その自分がその自分自身がその抑圧してきたなんか過去だったり声だったりっていうのにこう向き合って、作品化していくっていうようなその非常にこう難しいことをされているんだなと思って、ね、はい、もうなんか全然一筋縄じゃいかなかったようで、はい、やっぱりものすごいこうセラピーなんかも受けたりこういろいろまあ、悪戦苦闘しながら、うん、まあ、そういった過程をこう踏んでいって、まあ多分そのおかげでというのは変な話かもしれない変な言い方かもしれないんですが、うん、こうそれをこうやっぱりトーク番組なんかでこう他者に伝えていったりその経験をこう開いてですね、でそれでこう他者にこうまず自分が開いてみせてでそれでその周りの人たちが開いていくこう手助けをまあアートや彼女自身 の、 日常生活の中でやっていらしてなんかまさに彼女が言ってたその炎みたいな変容可能なエネルギーをこうバーってこう映しながら、活動されていてもうなんか私もその炎でこうあちちってなりながら分けてもらってるような感じがしました。そうですよね、はい、でそれと同時にやっぱりなんかそういうこう人がこう開けるような場作りだったりとかその構造を作るっていうこともちゃんとこう意識をされていてでそれによってでその人々が安心してこう開けるような場を作るっていうことも一つやっぱりアートの、まあ、実践としてはその社会と関わる、はい、そのアートの実践としては非常にこう、まあ、ちゃん資料深くこう、はい、そうですね、参加される方とかそのアーティストの英語ではなくて、うん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 、なんかこう参加する人の立場に立ちながらどうやったらそのもう少し今より良い社会を作れるかっていうところにこうつなげていこうとする姿勢っていうのは非常にこう学ぶところがあるというか。そうですね、ありますよね。はい、はい、じゃあ、続きまして、台湾のアーティストリー・ジュンヤンさんのトークに入りたいと思うんですけどもやっぱりその前にちょっと、はい、どういった活動されているのかというところをご紹介したいと思うんですけれども、
リーさんとお知り合いである、はい、花咲さんの方からお願いできたらと思います。はい、分かりました。あ、それではせっかくなのでスライドを見ながらご紹介してまいります。スライドの方お願いいたします。はい、でリさんなんですが、実はお父様が映画の看板だったりポスターを描かれるお仕事をされていた関係で、リさん自身もそういった看板を描いたりとかっていうことをずっとされていて、でアーティストとして活動し始めたのは、25歳ぐらいの、20代半ばからというような感じのアーティストです。でこちらはですね、2007年に高尾市立美術館で、行われた展示の様子でして、はい、次のスライドお願いします。こういった感じでたくさんの人の顔がこうスターのようにこう描かれていて、で、これはリーさんのこうお友達なんですけれども、そういったキャリアのこう中から、こういった作風が生まれています。はい、では次の作品お願いいたします。でこちらちょっとよく見るとちょっと知ってるキャラクターがもしかしたら隠れてるかなってい こうウルトラマンみたいなキャラクターだったり、はい、こちらはですね古いこうおもちゃめんこですね、のデザインをこうイメージして作られた、描かれた絵画になります。めんこって若い人わかるんですかね。めんこはですね、硬い紙でこうギリギリそこへ丸いのでこうプレートのようなものをこう投げながら、ひっくり返して遊ぶゲームなんですけれども、ひっくり返すと相手のね、めんこをひっくり返すと勝ちみたいな、はい、そうですね、それでそういうゲームですよね。そうですね、こうもらえるっていうもので、うん、こういったねこう古いおもちゃだったり、古いモチーフっていうのこの後もたくさん出てきます。うん、はい、次のスライドお願いいたします。はい、でこちらが、2014年に台北市立美術館で行われていた展覧会の会場の写真なんですけれども、こちらは中国語でブータイシンといって、手にこうはめる人形、人形劇用の人形なんですけれども、こちらのこう顔だったりとか衣装なんかもこう全部こう制作されて作っています。はい、では次お願いします。でその人形だけではなくてですね、李さんはとにかくいろんなメディアを使って制作をされていて、墨だったり、水彩を使った絵だった絵、そして中央には二胡という楽器が、伝統的な楽器なんかが見えるかと思うんですが、李さんは結構演奏なんかもされていてですね、2019年に大友紫蓮さんがノイズアサンブリー2019っていうのでいらした際も、一緒に演奏されたりと、ちょっとパフォーマンスだったり演奏なんかもされる、作家さんです。弦楽器ですか。はい、あ、そうですね、弦楽器で、こう指でこう何ですか、こう弾くっていうようなもので、はい、では次のスライドお願いいたします。はいですね、こういった木彫の作品だったり、奥の絵画も李さんの作品になります。はい、次のスライドお願いします。全体像でこういった像になってますね。はい、で次のスライドお願いします。でこちらが彼の絵画で、すごくこうあれですね、ビビッドで目に楽しい、はい、絵画なんですけれども、こちらにもこういろんなキャラクターがいて、中央にはこう人となんかドラゴンが一緒になっちゃったようなキャラクターがいたり、後ろはこう 山とか波の表現だと思うんですけど、はい、そこに雲のようなこう霊魂のようなものが乗っていて、ちょっと人間ならざる者たちがたくさんこう遊んでいるというような感じの絵になっています。はい、では次お願いします。でこういったモチーフもですね、油絵からいろんなメディアを使って描かれていて、こちらもねちょっと山水画のような、風景画のようにも見えるし、そこでこうなんかいろんなことが起こっていて、この劇場のね垂れ幕みたいななんかは、こう伝統的にその行われる、劇のちょっとこうイメージを持ってきているのかなというような、感じがします。では次のスライドお願いいたします。でこちらは、書道ですね、書の入った、絵になっていまして、モノクロというか白黒で描かれる時もあるんですけど、はい、こうやって前付けしたようなものもあります。はい、
作風が広いですよね。そうですね、あのこれ以外にも針金を使ってこうワイヤーワークみたいな、うん、あの立体の作品を作られていたり、パフォーマンスをされたりと、はい、とにかくジャンルですね。はい、めちゃくちゃ器用っていうか、そうですね、手が確かな、ね、はい、あの興味も広いし、そうですね、でも全部なんかちょっとその台湾の文化みたいなのがこう匂わされるような、そういう感じもするし、はい、あのジュンヤンさんもあの、うん、結構海外での、ええ、あのご活動もああのされているんですが、はい、まあ、その中で多分そのやっぱり、うん、アートでこう欧米中心だったり西洋中心になりがちなこう文脈とかっていうのを、まあ、自分の中でこう考えて、うん、まあ、その台湾のこうモチーフだったりとか、そのアイデンティティというものを考えて制作されている方だと思います。対談の中でもね、はい、あの台湾の、アーティストとして何をすべきかみたいなことを考えていたっていうお話もちらっと出てきたような気がしますね。そうですね、はい、うん、あのいろんな活動の中で、まあ、その例えば石巻にも、うん、はい、あの行ってあのその活動がこれからこう出てくるんですけれども、 その中でこう自分 の、 その立ち位置だったり、今までのそれまで台湾と日本でこう関わってきた中で、まあ、じゃあどういったモチーフを使おうか、うんうん、そういうこととかもなんか考えながらいろいろ活動してくださってますね。今あのかやさんがちらっとおっしゃったその石巻に、はい、あのリ・ジュンヤンさんは実はやっぱり震災の翌年かな、2012年に、台湾壁画隊でしたっけ、はい、というそのグループを、以前、まあ、震災前から、編成をしてで活動されていたんですけれども、2012年にその津波の被害があった石巻にそのグループがこうやってきて、で石巻の人たちと交流をしながらその壁画を描くというプロジェクトをなさっています。でそのあたりの話もこれから、対談に出てきますので、ぜひご覧いただければと思います。でじゃあ、対談の方に行って、はい、そうですね、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、こちらも先日あの収録した、オンラインの対談を30分ほどに、まとめて編集をしています。で、通訳は池田リリーさんにお願いをしました。それでは、お楽しみください。それではあのリー・ジュンヤンさん、311のですね震災後に石巻に来て壁画をこう描いていただいているんですけれども、その時のその当時のまあ経緯だったりとかお考えなんかについてぜひ伺いたいと思うんですが、お願いできますでしょうか。我们今天很高兴邀请到台湾艺术家李俊阳先生来参加我们的 online 的座谈。那我们也知道李俊阳先生在311之后呢，也前去日本的这个石卷啊，以这个台湾新壁画团队过去画壁画，跟当地的居民有所交流，艺术家交流。那可不可以跟我们分享一下当时的这个缘起呢？嗯，这个缘起是其实台湾壁画队在2010年就开始有一些活动了，那其实最早就是让这些艺术家呢可以在一起画画。那到底要找如何的艺术家呢，就是一些比较有风格然后可以创作到一个程度了，那找这些人来户外画比较大的壁画这样子。那一直到311之后呢，那后来就有两个日本策展人就找我们，到桥头白屋，然后找我们他很喜欢我们这个 case 这个案子，然后后来就有很大的沟通，就大家就想说就选定在石卷，然后去那里做一个陪伴计划这样子。まずこの壁画界の始まりなんですけれども、2010年にまあ、その 3.11 の壁画隊を結成する前からその壁画を描く活動っていうのは台湾国内でも行われていました。まあ、2010年に結成したんですけれども、まあ、どういうメンバーかというと、まあ、台湾各地国内の
アーティスト、まあ、主にペインター、画家の人たちによって結成されています、いました。で、まあ、主にどういったアーティストが参加したかっていうと、まあ、ある程度の、まあ、自分のスタイルをもうすでに確立してた人たちっていうのが、まあ、メインメンバーになりまして、で、まあ、彼らは主にその室内で描いていたのを、まあ、できるだけその屋外の壁画でも、まあ、その場所を移動しながら創作していこうっていうことで、まあ、活動を始めたところ、まあ、その翌年に、まあ、日本で、まあ、3.11 東日本大震災が起こってしまい、でその 3.11 をの後にですね、まあ、日本のそのコーディネーターである、まあ、その橋渡新役のお二人がですね、その台湾の高雄にあるチャオ島っていう、あの昔の日本統治時代の、あの製糖工場の跡地の芸術村、バイウーとも言いますけれども、まあ、訪れて、あの来てくださったんですね。訪台してくださいました。台湾にやってきて。で、そして僕たちと交流を重ねる中で、まあ、僕たちのこのチャオ島のプロジェクトをすごく気に入ってくださって、あの彼らのコーディネートのもと、石巻どうですかっていう話で、まあ、それであのご縁があり、石巻に壁画を描くことにが決まったっていう経緯があります。そうなんですね。なんかあのスタイルがこう確立されていたアーティスト、確立されているアーティストということなんですけれども、あの実際にはどんなスタイル の、 あの画家の方がいらっしゃったんでしょうか。那刚刚大哥有提到说，已经具有某种自己的创作风格的这样子的一个艺术家、画家为主。那可以问一下，这些画家是什么样的风格居多呢？或者是说他们是什么样的风格类型的台湾的艺术创作者呢？我们每一次在实践这个计划的时候，大概有64块板，等于是有64个单位。所以每次可能要找64个艺术家，那除了我画门神有画两块大门之外，然后后面的更大的那个48版乘以2的是一个另外一个发起人叫李俊贤去画，那中间的包括天花板的下面的那一些作品呢，都是我们每次要找64个人来画。所以在台湾就是因为我们有做了好几场计划，有在第一个是在高雄的桥头，然后第二次是在台北的当代馆，然后后来跑到云林，然后也跑到了台东，然后最后在南投的台湾之星紫教堂那里还也做了一场。那在这个之间呢，因为过程中因为我们又到日本前后两年，所以这个计划就是从2010年一直到2013-14年之间。对，那我想问一下，刚刚说的64个单位，它就是一个屋子的造型嘛，对不对？对，所以会有64种不同风格的，所以它基础上会是这样子，就是有新世代的，那也有中青代的，那也有一些比较老画家。那基本上这个成员就是因为我跟另外一个发起人我们的年纪是有一些差距，所以我们认识的艺术家会有不同的族群。所以这一个计划有趣的就是在于说不同风格的人，但是他年纪的差距世代的不一样，那要在那里一起画画，一起生活，一起吃饭，一起去聊天，交换音乐也好，或是在那里喝酒也有，对，然后在那边讨论艺术，对，其实是 这个是除了画画之后之外是有一个很大的内涵在这里。実はそのバイウっていうのはですね、白い屋号の屋ですね、まあ、それはハウス、まあ、ホワイトハウスって、まあ、英語で直訳すると、まあ、なので毎回ですね、そのハウスをのモチーフの、ハウスを作るにあたって、その64枚の、その、板ですね。まあ、64ユニットの、が必要なんですね。それを、こう、作り立てる、組み上げるには。ですので、アーティストも、基本的には64人によって、まあ、その、壁画体っていうのが形成されている。まあ、それが基本ユニット数であります。で、その壁画のですね、まあ、その、ホワイトハウスの、
まあ、ハウス、まあ、ハウスのですね、ハウスの形の、その、門神って言いますのは、まあ、その台湾の、まあ、その、門番の、まあ、道教とかですね、役目を、その門番の役目をする神っていう、魔除けの神っていう意味で、その左右に、そういう、こう、神を書くんですけれども、まあ、そういう、そこの部分は僕の担当なんですね。で、また、同じ、この壁画体の発起人である、あの、元、あの、高雄市立美術館館長も務めた、李俊賢という画家の方と僕二人でやってるんですけども、まあ、その人はですね、まあ、主に真ん中の部分の、あの、部分の、を担当していまして、まあ、その他は、まあ、例えば、その、若いアーティストから、まあ、中堅世代から、そしてベテランの世代のアーティストによって、まあ、それぞれ、こう、あの、参加してもらって、まあ、書いていただくっていうのが基本スタイルになっています。で、僕たち、まあ、2010年からずっとこれを創作しているんですけれども、まずは、その、先ほど言った政党工場であった、高雄のチャオ島から、始まり、まあ、その後、台北の東大美術館に行きまして、でそれから雲林県、そして台東県、また台湾唯一の内陸県である南東にあります、まあ、その教会があるんですけれども、まあ、そこの教会でも作らせていただきまして、でなので、まあ、その、日本のを含めると、まあ、2010年からおよそ2013年、14年ぐらいまではですね、まあ、このようなスタイルで、まあ、ずっと活動を、まあ、続けていたと。で、まあ、どういうスタイルかっていうと、やはり、まず、その、あの、世代が、僕と、その、もう一人の発起人である、リュイチンシェンさんがですね、まあ、そもそも年代がちょっと離れているんですね。なので、僕がの知り合いと、まあ、彼の知り合いでは、また、ちょっとジェネレーションが違うわけですよ。でまあ、そういった僕らの知り合いを声かけていくと、まあ、もちろん、その若手から、そのベテランと、こう、いろんな、その、グループの、そのアーティストが、まあ、集まります。で、まあ、そういった方が各地から、そして、まあ、そういったエスニックグループという意味でも、まあ、それぞれ違う背景の方々が、まあ、集まる。なので、まあ、64人とも64スタイルがあっても、違うスタイルがあると言っても過言ではない。で、そういった人たちがですね、まあ、日々一緒に、まあ、例えば、あの、生活、釜の飯を共にする。まあ、そして話し合う中で、例えば音楽であったり、酒を交わす中で、まあ、そのアートの話をする中で、でそれで、まあ、その調和を、まあ、一つになす形で、一緒に作品、大きな作品を作り上げていくという、そういったスタイルになります。そうですね。なんか、あの、そうやって持ち出しだったりとか、いろいろ、あの、どあの、それぞれで加盟していただいて、あの、石巻に来ていただいたと思うんですけど、実際にその石巻に訪れてから、まあ、あの、いろんな、あの、過程でというか制作されていたと思うんですけれども、そこからの、こう、印象というか、まあ、思い出だったりとかっていうのは何かございますか？刚刚就是分享的部分是要前去要前来日本之前要来日本之前哦需要自费筹资金这个记忆的部分之外呢也可不可以跟我们分享一下来到十卷之后的一些创作的过程里面有没有让你觉得印象特别深刻的或有什么回忆吗？哦，十卷是一个非常具观光价值的一个地方哦，因为一下。到十卷市，然后我们经过的街道都有很多啊很大的公仔啊，那因为可能是万画馆的关系，石森章太郎他是假面骑士的创作者，所以这些学艺术的啦、年轻人啊，或是甚至年纪比较大的老人，都是知道假面超人的，对，所以看到那种一个街道不到几步路就有。一个公仔，然后是我们小时候常看到的假面骑士，我们其实看的都是很感动，然后也激发了我们很多创造的能量在里面。所以这次在去那里画壁画的时候，我们都对于这个日本漫画，然后跟台湾之间的那个共同记忆的影响都有蛮大的感受，所以在。创作的时候呢，有很多艺术家都把这样的元素带进去作品里面。そうですね。まずその石巻を降り立って思ったのが、まあ、
石巻っていうのはすごく観光価値のある都市だな、場所だなっていうのがありました。まあ、市街地を少し歩くだけでですね、まあ、それは僕たちが行った場所が、その石ノ森章太郎さんを記念して建てられた、その漫画館のところがメインだったので、まあ、そこは、まあ、まあ、その仮面ライダーの生みの親の、まあ、石章太郎さんを記念して、まあ、その市街地にも、その仮面ライダーのそういった、あの、銅像、あの、肖像みたいなのがたくさんこう並んでいる。で、それはですね、僕たちがちっちゃい頃、その台湾でも、まあ、その仮面ライダーとか流れていたので、まあ、僕たちには、まあ、仮面ライダーを介した、まあ、共同な記憶があるんだなっていうことも、とても僕たちがこれから一緒に壁画を共同創作する上で、とてもいい刺激になりましたし、仮面ライダーからもとても大きなエネルギーをもらいました。あの石巻の壁画にもそうなんですけれども、例えばあのそのキャラク人物だったりこうキャラクターのようなモチーフが絵画に登場し、あの純也さんの絵画に登場してくるんですが、石巻でこう制作したその絵画というのはどういったモチーフあのだったり、どういう、まあ、あのイメージでお描きになったんでしょうか。那虽然说我们也知道你喜欢你在你的创作里面呢，常常也会有一些人物啊肖像的一些这样子的意象元素出现，那但是我们也想要进一步理解，就是说除了你平日的创作还有你是他们这些粉丝之外呢，在十卷的这个壁画的创作里面是以什么样的这个元素或者是意象去创作的。哦，我在十卷的时候，因为我们前一年是画两画、一个大墙面，然后还有另外一个在南华园、那是苏凯他们画，那我们大概分两组，还有一组是画地上的粉笔画、这是第一年去的时候、那粉笔画就是一个叫林纯用的，还有一个叫黄志伟的，带着小朋友画粉笔、那陪伴着爸爸妈妈，然后带小孩去地上画粉笔，然后我们另外一群人马在画那个、就是香蕉船，对，就是、我们觉得、李馆长他就是、他有在台湾其实也画了很多香蕉的作品，那到日本的时候他就觉得说、应该送日本什么样的东西，然后他就觉得以前在过去的历史上就是香蕉是在以前日本没有香蕉，所以香蕉是一个很重要的礼品，对，那我们可能要跟海有关系啊，因为在十卷，所以后来我们就画了一个用香蕉跟船把它结合在一起，对，然后在船的部分上面可能又有长一个香蕉，然后上面又有一些动物这样子，那也配合了、当地的一两个艺术家，就是年轻艺术家，然后还有一个老师，然后就是跟日本的一些当地的艺术家一起创作那面墙这样子。然后南花园的部分，苏凯他也带了很多积木在那里加小朋友，然后在那里堆积木盖高楼。然后其实苏凯讲了一句话很有趣，就是说、因为311的关系，大家都想要弄的就想要房子高一点，所以你会发现小朋友 就想要把房子堆得很高这样子。对，然后其实我们在画那一些墙面的时候，就是因为有一个灾难，然后又加上又有一个观光资源，就是假面，所以我们的心里有两个层次，一个是觉得哇，粉丝到了一个、真的是我们小时候看动漫的一个原产地，然后另外一个是又看到又是经过灾区之后的那个样子，对，然后比如我们在电视画面看到的那个万化馆被那个海水这样冲，然后整个学校、整个被淹没，然后我们也知道这个新闻，其实当时的那种创作的时候整个心里是尤其你踏在那个当地的时候，你会发现、很多悲伤都还一直在那一个街道走来走去，然后街道没有多少人了，因为很多店都走了，对，
然后我们就透过是副市长啊，或者像西川先生他们的介绍，然后去知道说他们现在实际上的状况这样。那你可以帮我打一下南华园的字吗？打在我们的对话框里面。南华园。嗯。然后打在哪里？まあ、そうですね、石巻に、まあ、大きな、まあ、その壁画を、まあ、描かせていただいただけではなくて、まあ、例えばその台湾のリンさんとファンさんっていう1人2人のアーティストがメインなんですけれども、まあ、その、まあ、地べたのにチョークで、まあ、その石巻の、まあ、子どもたちや、まあ、その子どもたちの親御さんとも一緒に、まあそのまあ、チョークで一緒に絵を描いたりもしました。でまあ、特にそのモチーフの中で一番重要だったのはバナナボートですね。まあ、その当時そのリ・ジュンシェン前高雄市立美術館館長の、まあ、アイデアなんですけれども、まあ、日本統治時代もほぼ台湾は、まあ、経ているわけですが、まあ、過去にそのバナナっていうのは、まあそのまあ、とてもこう高級な、まあそのまあ贈り物としたりとか、まあ、例えばお土産とかで、まあ、贈られるものとして、まあ、日本の人々に、まあ、とてもこう馴染みのあるフルーツであったっていうのがまず一つ。じゃあなんでボートかっていうと、まあ、やっぱり石巻っていう、まあ、土地柄、やっぱりこう海と絡めたいということで、まあ、その、まあ、海といえば、やはりその、まあ、船、まあ、ボートっていうことで、そのバナナボートっていうのをですね、まあ、一つの、こうモチーフとして、重要なモチーフとして、まあ石巻のローカル の若いアーティストと、まあ、その若いアーティストを、まあ、多分指導する先生たち、先生とですね、一緒に、まあ、その日体のアーティストが、まあ、対話をするかのように、まあ、絵を、まあ、コラボレーション しながらこう描いていって、まあ、そのバナナボートの上にはですね、まあ、そのキャラクターといえばその動物たちとかがそのボートの上に乗っていたという。で、あともう一人ですね、その林秀海っていうこうアーティストがいまして、そのアーティストはですね、元その台湾の鋳造工場の息子さんなんですね。で、その鋳造工場で出ているその型っていう型がありますので、まあ、その型をその積み木に見立てて、で、まあ、秀海も結構面白いことを言っていて、まあ石巻っていうのはやはりまあこういった津波の被害があったからあった場所だから、みんなきっとまあその津波の被害にまた遭わないためにも、まあ、高い次建てるなら高い家を建てるだろうねっていうことで、まあ、例えばその積み木をまあ一緒に積み上げていくというような、まあそういった創作もしましたし、まあ僕たちはもちろんその日本のあの漫画やそういった仮面ライダーのまあ、ファンであるわけですけども、まあ、その、そういった仮面ライダーの、まあ、その生みの親の、まあ、その、まあ、ふるさとや、その場所を訪れただけではなくて、やっぱりそこっていうのは、まあ、被災地である。で、僕たちもテレビを介して、まあ、津波が、その漫画館であったり、まあ、学校であったり、まあ、その、海にこう飲まれているシーンも見ましたし、実際に訪れた後、やっぱり、街中には、まあ、たくさんの、まあ、やっぱりこう、まあ、悲しみがまだ癒えていない状況であった。まあ、その中で、まあ、自分たちが描けるもの、まあ、創作で、まあ、描き上げることができる、ペインティングできるものとは何なのかということを考えながら作っていきました。で、なんかそのまた神々もそうなんですけど、ジュニアさんのこう、絵画の作品なんかを見ていると、これは仙人なのかなとか、やっぱりその精霊なのかなっていう、ジンヤンさんのオリジナルのこうなんかこうイメージのキャラクターだったり、まあ、なんかこう出て存在が出てくるんですよね。でそれらの存在は多分そのジュンヤンさんオリジナルのイメージだと思うんですけれども、そういったこう存在のこうモチーフっていうのについても少しお話を伺ってもよろしいですか。但是就凯亚他在看你的作品的时候啊，会觉得是说你画的可能类似像神仙或者是像是精灵的，其实他好像不是
非常传统的台湾的这个来自道教或者是一些民俗的这样子的一个意象，而是好像是你自己 original 去做的，就是你自己去有在发明的去创造出来的， 对吗？那这部分 也可以跟我们聊一下吗？对，我有时候会取用一些我小时候因为台湾哦有一个很厉害的东西就叫布袋戏。嗯。那布袋戏呢我记得从小哦就是只要我们这个年代的就是五字头的都会看黄俊雄布袋戏。啊什么史艳文啊然后海边冷气或是霹雳布袋戏。啊或是传统庙会公庙的时候会演的那种板身啊或是一些武打的那种戏剧，那里面也都有很多角色。那这个角色其实布袋戏里面有一个很有趣的东西，他说这个他在讲那个偶啊，他的那个单位数量就讲仙、哦、比如说一仙布袋戏两仙布袋戏这样子、哎、所以他本身就已经有一个神格化的东西在里面，所以他可以上至妖魔鬼怪啊，然后神啊天神啊，或是说、一般的民间的那种故事啊，它都是可以在这个角色里面产生这样子。那我自己在做另外一个系统，就是说做仙仙仙的一个系列的时候、我有一个系列叫仙仙仙福浪共开花，对，然后就是在讲其实因为有一个说法，台湾是个仙岛，对，对，就是说，哎，像如果研究历史的话，台湾它虽然有很多的国家经过历史有殖民啊，包括像西班牙啦、葡萄牙、日本啊，都有来殖民过，然后台湾的地形就是一个岛国嘛，然后也有很多原住民，然后。有很多不一样的那个生态，比如说台湾的有很高的玉山啊，你也可以从很寒带开3个小时的车，你就会到热带，比如你就到垦丁，对，所以台湾它本身是很有一个蕴藏了很多有趣的东西，比如说有山前山后，对，所以。我们小时候在面对人或是连接很多事物的时候，对，我们对于那个大陆型国家不大一样，所以我们从小就要跟很多不同族群的人在一起，可能我的同学可能是个外省人，我的同学又可能是个原住民，对，他不是单一的，所以他本身人与人之间的那个包容与对待从小就开始养成了。所以后来我弄壁画队的时候，那我在思考创作的时候，我的做法是多元性的，就是我可能会做布袋戏，会去做传统的偶，但我也会去搞比较现代的东西，然后对我在我身上发生，我都觉得很自然这样子。所以在视觉上看到我有时候会抓一些假面超人进来我的画作里面。或是把神明抓进来，或是把戏剧上的那些符号抓进来，都是有可能的。对。僕小っちゃい頃ですね、その台湾でポテヒっていう布袋戏、中国語では布袋戏、台湾語ではポテヒ。で、それは人形劇なんですね。で、その台湾ではまあ、そのちっちゃい頃から人形劇っていうのは、まあ、例えばテレビとかでもですね、その、まあ、現代風にアレンジされた、まあ、ハイテクな、まあ、そういった、ポテヒ、まあ、人形劇もあれば、まあ、台湾の道教の廟のお祭りや廟の前でですね、その舞台を、が建てられ、そしてそこで、その、伝統的な人形劇を観劇することができるんですね。で、その、人形劇の、その、人形のキャラクターっていうのが、まあ、さっきかやさんが言った、まあ、その数え方がですね、一線、二線、千人の線で、そもそもその、人形がもう神格化されているわけですよね。
で、そのキャラクターっていうのが、まあ、まあ、そういった妖魔機械であったりとか、まあ、鬼とか妖怪であったり、まあ、それは伝統的なそういった物語、戯曲からの、まあ、そういった人物であったり、まあ、神々であったり、まあ、僕はどちらかというと、まあ、そういった子供の頃見た、その、ポテヒ、その人形劇のところからインスパイアを受けているっていう部分も、まあ、一つあると思いますし、で、そこから自分が、まあ、自分のシリーズの一つに、センセンセンっていうシリーズがあるんですけれども、まあ、そことも関連している。で、もう一つはですね、台湾っていうのは、まあ、その蓬莱仙島、仙人の仙の島、っていうふうにも、まあ、かつて呼ばれていたわけです。で、まあ、ちっちゃい島国だけれども、これまでの歴史から見ても、スペイン、ポルトガル、日本といった、まあ、たくさんの外来政権によって統治されていた。で、地形というのも、まあ、とても、高い、まあ、玉山のような山々が、まあ、山が立っている。まあ、その玉山というのは、まあ、富士山よりも高い山で、まあ、そういった、その山奥、山地には原住民の人たちも住んでいる。で、また、南部に行けば亜熱帯の気候。まあ、そういった、気候でも、気候、地形っていうのは、まあ、とても複雑で、ゆえに、多元的な、その文化も生むわけですね。なので、まあ、中国語で山の前、山の後ろって言われているぐらい、まあ、多元性に富んでいる。で、それっていうのは、まあ、僕が、まあ、そういう、まあ、人物であったり、まあ、僕を、にまつわる人々っていうのも、まあ、その大陸型の国家とまたちょっと違うのは、まあ、ちっちゃいながらも、まあ、そのたくさんのエスニックグループによって共存しているっていうところにある。まあ、例えば僕の友達でも外省人であったりとか、まあ、原住民の友達がいる。まあ、そういった環境、そして友人たちに、まあ、エスニックグループ、多元なるエスニックグループによって、まあ、その台湾の、まあ、そういった、まあ、多種多様な物事をこう受け入れる、そういった包括性みたいなものが、まあ、養われていて、蓄積されていたっていう部分も、もう僕の創作にも大いに関係すると思います。なんかジュンヤンさんのお話を伺ってると、すごくそのまあ仙人とか神とかそういったその目に見えないものをと、そのジュンヤンさんたちのその日常生活っていうものと、あと表現、そのアート活動っていう表現、その3つがすごくこうつながっていて、でそれがこう無理のない形でこう循環してるような、そんな印象を持ちました。だから、まあ、多分皆さんが石巻に来た時も、その壁画を通じてっていう、壁画っていうそのアート作品を通じてだけではなくて、その石巻の人たちとの交流であったりとか、それこそその匂いの、お香のものを持ってきていただいて、で、それによってその人々が癒されたりとか、それこそその、まあ、今回のテーマであるそのセラピーっていうのに非常にこう結びついてくる話なのかなと思って伺ってました。今天跟这样俊阳先生交流让我感触颇深的，尤其是例如说像神仙，或者是像是神明精灵这样的，我们无法掩饰的，眼睛看到的这些神明妖魔鬼怪的部分，跟台湾作为台湾的艺术家的日常生活作息，还有透过艺术的创作表现，感觉这三个东西其实是互相循环，而且是共融为一体的。那我相信台湾的艺术家壁画团队去到这个石卷创作，并不是只是把这个艺术作品呈现给当地的居民，而是当地居民也透过与台湾艺术家的交流的过程当中呢，也得到了很多的疗愈。那例如说你刚刚有提到把香火送给当地的艺术家居民等等，这样子的互惠交流的过相互交流的过程当中呢，也达到也促进了这个艺术疗程的艺术疗愈。
这是我听到你的这个分享之后的一个回馈。まあだんだん時間が迫ってきておりますけど、どうしましょう。最後の質問、かやさんから何かありますか。那么说，时间不多，我们就问您最后一个问题哦。好。そうですね。私もジュンヤさんと知り合って、まあなんかお家に遊びに行かせていただいたりとか、まあ一緒に遊んだりとか、すごくなんかこうジュンヤさんのあったり、なんかお家に行って遊んだりしてすごく元気になるんですけど、本当になんかこう若手も中堅もまあその世代関係なくジュンヤさんのところに行ってよく遊んでいて、そのすごくポジティブなこうパワーっていうのをすごく感じるんですけれども、なんかそのこうさっきおっしゃってたそのみんなでこう活動していく中でこうポジティブにやっていく、こうなんていうんだろう、こう秘訣ってわけでもないですけど、なんかそれがすごくやっぱりジュンヤさんのこう、まあ、人格だったり特色を表しているのかなと、すごく、まあ、こう若手も育成されてますし、なんかその辺のお話ももう少し伺えたらと思うんですが、いかがでしょうか。其实我在台湾的时候也前去俊阳大哥家里做客，然后也有的时候也会跟俊阳大哥跟俊阳大哥的朋友一起出游啊，一起聊天，然后每次见到你我也都很开心，而且也得到很多的元气，而且跟你交流的这个台湾艺术家也是世代不分，有年轻的也有资深的，那在这样子的相处过程，大家相互影响过程当中去激发出对于生活对于创作的这种正面的力量。我想要问说，这种相互包容相互成长有什么样的秘诀吗？当然我想这可能也是艺术作为艺术家的一个人格啊，或者是内在美的问题，而且我们也知道你也很积极的在拉拔后进新人这样子，那我只是也好奇想要问说为什么可以这样子和乐融融，然后有什么样的秘诀吗？可以跟我们分享。因为我觉得能够在台湾做创作真的是很幸福的事情。对，而且我真的就是也不用去上班，然后就自己做自己喜欢的事情，然后我就可以缴得起房租去买我喜欢的话剧，然后事实上我的生活不到大富大贵，但是是绝对没有问题，然后我有很多的时间可以去做自己。然后如果说一个艺术家他可以或是甚至 不一定包括艺术家，甚至他的这个朋友他真的可以很好的做自己，然后去发现他自己这辈子来这里干嘛，所以那种交流的方式就会不一样，而不是你跟我是同行我才跟你交朋友，而不是形式一样才变成 partner， 而是人与人之间一个最基本的东西，那反而就是我弄壁画对最在意的那个部分这样。所以我自己也乐在其中，还可以交很多朋友各种形式的都很好这样子。台湾という場所で創作活動に臨めるっていうのはある種幸せなのかもしれません。まあ、僕は大金持ちではないけれども、まあ、そのアーティストとして生きることが可能な環境に身を置いていて、ちゃんと家賃を払うこともできるし、そして自分の必要な創作に必要な、まあ、画材を買うこともできる。自分の多くの時間を使って自分として自分を生きることができる。で、それはそのアーティストのみならず、まあ、その自分の友達の周りも、まあ、自分を囲む周りの友達も、まあまあ、自分として、まあ、この世に生を受けて生まれてきたならば、この自分をどうやって生かし生き尽くすことができるかっていうことはとても重要だと思うんですね。ただその何か同じ同業他社で何かフォーマットを共有しているからパートナーとして共有
共存することが可能なわけではなく、互いに助け合い、そして何かを共に作る中で、僕たちはそれをとてもエンジョイしている。それが秘訣かもしれません。いいですね。ありがとうございます。いい話。じゃあ、今日は本当に忙しいところ、ジュンヤンさん、カヤさん、そして、通訳の池田リリーさん、どうもありがとうございました。じゃあ今日は、ということで、おしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。那今天谢谢百忙之中俊阳大哥参加我们的对谈，然后我们今天因为时间到了啊，我们的对谈就先告一个段落啊，谢谢大家的参与。好，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。はい、いかがだったでしょうか。李俊阳さんと、花咲香也さんの対談でした。本当になんか私も会ったことがないんですけれども、画面を通じてジュンヤさんのこうリラックスした感じとか、すごくこうおおらかな感じが伝わってきたのではないかと思います。特に最後の方の、自分を生きることの大切さ、あるいは生き尽くすっていう言葉を使ってましたけれども、それの大切さ、そして、それをみんなと一緒に、楽しんでいくんだっていうような言葉が非常にこう印象的だったと思います。で、2012年に、李俊彦さんの、一行が制作をしたその石巻の壁画というのは今も実は、市街地に残ってまして、でぜひ、今年の夏、リボンアートフェスティバル2021が開催されますんで、それに訪れた方はぜひジュンヤさんの壁画も一緒にご覧いただければと思います。はい、で以上で、本日の第1部の配信は、終了し、これから第2部の、花咲香也さんのパフォーマンスに移りたいと思います。まず今日の花咲さんは、パフォーマンスに関しては、更新っていう全体のそのテーマである更新というところから着想を得られて、で先日石巻で、パフォーマンスを収録して、今日はその映像とともに、この場でライブで、パフォーマンスをしていただきます。で、本日私からは以上ですが、明日は、石巻から第3回目の配信、更新3私たちはどこに帰るのかというテーマで、しがりえこさん、石倉俊明さん、そして山川冬樹さんの、トークとパフォーマンスをお送りします。もし気になる方がいらっしゃいましたら SNS とかホームページでチェックしていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。それでは、花咲さんのパフォーマンスをお楽しみください。失礼します。
たりと、ドッキリしてるのが一番近いのは、本当に。